はい、始まりました現役復帰チャンネルです。はい、そういうわけで今日はですね、背中、胸、肩、腕という感じでもう上半身ですねフルでやりました。3分割でやってるんですけど、ちょっと一番まあね、胸、肩をやってるんですが早いペースで、まあちょっとかぶってしまってで、まあ別に体調もいいんでいいかなってことでやってみました。ということで、まず背中は今日はデッドリフトはちょっとせずにですね、まあ懸垂とラットプルっていう形でやろうかなというふうに思いまして、まずは懸垂からいきました。これもね、ちょっと前回5回しか上がらなかったんで、今回も5回で2セット、2セット目も5回しっかりやるってことで やりました。これ結構ねちゃんと上がったんで、あ、これいい感じやなというふうに思います。次から回数上げていっていいかなということです。で、今日ベンチプレスですね。その次ベンチプレス行きました。ベンチは今日は高重量にしてですね、75キロにしてですね、5回5レップの3セットですね。これクリアできるかって形でやりました。で、今まで10回3セットが 67.5、今までのまた、一番高い数値まで来てるんですけど、ここで行き詰まってます。で、それと同時に高重量75キロを5回3セットも、今までで、そこまでが最高ですね。最高の重さのセットです。で、今日はね3、これもいけたんですよね。結構高重量をクリアできたんで、次の67.5 10回3セット、これかなり期待持てますね。やっぱりこの今取り組んでる大胸筋の、強化で、インクラインのフライ、ダンベルフライですね、これをちょっと重量落としてでもですね、フルな可動域で、まあ、しっかり大胸筋をつけようということでやってるのがすごく効果出てるような感じで、安定感がすごいですね。75さらっと達成してしまいました。これだからベンチプレス早見表でもですね、まあ推定、まあ、85は上がるということで、まあ、前回マーク測定した時の 82.5 を上回る数値は、まあ、いけるんじゃないかなと。っていうことは、自己ベスト、過去の自己ベストですね、90キロ、これ本当背中見えてきましたね。これあともうちょっとでいけるんじゃないかなというふうな感じします。ってなってくると、ベンチプレス100はちょっと年内かなり可能じゃないかなというふうに思ってます。はい、そういうわけで胸の、そのまま胸の種目やりました。これインクラインのダンベルフライですね。これね、ちょっと1セット目はインクラインの角度ね、ちょっと高すぎましたね。ちょっとな、まあ、でも胸にはでもね来ましたね、胸には来ましたけど、ちょっと高すぎましたね、角度がね。まあただいけましたね。まあまだちょっと16キロでいいかなというような感じです。まあ欲張って18キロにする必要はないかなと。本当に軽くて物足りなくなって、初めて荒げるぐらいにしようかなというふうに思ってます。で、この2セット目ちょっとね、ベンチ倒したんですけど、これがいい感じですね。いい感じで来ております。でその後、まあ、ショルダープレスね、最近ちょっとやりたいショルダープレスやってというような感じでいってます。非常にいいトレーニングできましたね。はい、もうねちょっとマスクがねしんどいんですけどね、まあコロナなんでちょっとマスクはしないといけないっていう、ちょっとジムのルールがありますんで、これもやらざるを得ないんですよね。でもね、ちょっともうマスクてか、もうコロナね、もう本当こんなコロナなんてね、ちょっと大したことないですよね、はっきり言って。まあこんなん言うてしまうとあれですけど、まあでもみんなね、そういう風な雰囲気になったら従わざるを得ないですよね。飲食店もどんどん潰れてますけど、対策してないですとか言ったらお客さんも来ないですしね、やらざるを得ないですよね。まあ今はちょっとね、菅さんですかね、新しい自民党総裁になりましたんで、ちょっといいタイミングでね、見直す、いろんなコロナの、新型コロナの見直しを
していただきたいですね。これでジムも、まあそれでもね、こんなコロナのいろんな規制がある中でも成長してますんでね、そこは非常に、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。でまあ肩のトレーニングの後にラットプルやりました。ラットプルも前回、47キロでやったところを54キロまで上げて、ちょっとねラットプルはねちょっとうまくいかな、ちゃんとね背中広背筋にね効かせるっていうのがちょっとうまいこといけなかったんですけど、だんだんちょっと分かってきましたね。これラットプル結構難しいっすね。なんとも言えないコツがいりますね。でももう分かってきました。かなり分かってきました。まあいろいろやってみないと分からないもんですね。こうやることによって広背筋が効いて脊柱起立筋に効くみたいな、どっちかだけとかじゃなくてね、まだねボディウェイトの重さでやってませんので、まあ、もうちょっと上げたいなっていう感じはします。これも2セットやりましたね。まあ60代とか70代の70キロ台のウェイトになってくると、まあこれ懸垂も相当上がってくるんじゃないかなと思いますね。はい。でこのあとまあ腕の種目はもうちょっといいかなと思ったんですけど、とりあえずディップスはやりました。もうねベンチプレスとやってますんでね、まあ上は三頭筋は追い込んでるんですよね。だからまあディップス、まあこれもね胸も追い込めてますしね、ディップスやりました。はい。で二頭筋はもうお休みしてもらいました。まあ懸垂もやってますしラットプルもやってますんでね、いいかなというような感じです。いい感じでねちょっとこの、上がってきてますんで、こう元気復帰、正直感覚的にねだいぶいい感じになってきたんじゃないかなというふうに思います。これガンガンちょっと記録伸ばしていって体作っていきたいと思います。はい、今日は以上です。